はい、こんにちは。今日はうちの小雪ちゃん、綺麗になってきたので登場したいということで、ビションフリーゼらしいね。ビションフリーゼは毛が抜けないんですね。ですから抱っこしても毛は抜けません。結構ふさふさで、まあ我が家の愛犬、うち娘一人なんで、これは次女ってことになってます。まあ本当に人間と同じ生活をしてるんで、しつけに失敗しました。さあ、では今日から勉強しましょう。またさて、これいきましょうね。緑の本、これが、僕の集大成の本です。元になってるのはこのピンクの本ね。赤いフローチャート漢方薬治療、これだ、よいしょ。これは、誰でも書けます。だって腹診をしない、漢方理論使わないって決めれば、こんな症状を訴えには自分の経験ではこの漢方が出るっていうのは皆さん持ってるはずですね。数年以上漢方をいっぱい足してくれば、それをまとめただけなんで、これは腹をくくれば誰でも出せる、ね、ところがこちらは、僕なりの一生懸命生薬からの理論が入っています。で、昔は、本買わなくてもいいって申し上げてきたんですけど、やっぱりたくさん漢方 JP を取ってきて300本以上、詳しく勉強するには本買った方がいいです。で、僕が書いた本、今新古医学出版社からは32冊になりました。それを全部買っても、9万5000円だそうです、税金入れてもね。それは僕が松田邦夫先生の追っかけをして、日本中飛行機で追っかけたんですね、講演に。本当に100万、200万、300万ぐらいのお金は使っています。それに比べればずっと安いので、まあ、松田先生の知識を含めてたくさんのものが、僕の本に入っていますから、ぜひ漢方 JP で興味を持った方は本買ってください。さて、じゃあ行きましょう。実践3秒ルール128ね、漢方処方分析。今日は5番の安中さんからね。この本、左の上には、まず右の上だ、安中さんの大体の概略書いてあります。胃痛の胃薬、安中さん、援護策は生理痛にも有効だ、ね。この1行で結構安中さん使いやすいと思います。キーワードは胃痛ですよ。痛みに効くから生理痛にも効くことがあります。抗生生薬は7つ、ね、左の上に載ってます。経皮、援護策、母霊、胃腸、肝臓、宿舎、両居。で、何が楽しいかというと、なんと援護策、胃腸、宿舎、両居っていうこの4つの生薬は、医療用漢方製剤では、安中さんにしか入っていません、ね。それが微妙に僕は面白い。で、15分類チャートもぜひ皆さん、ダウンロードして、それで見てください。で、本買えばもちろん載ってますからね。どの分類に入るんだろうと。安中さんはどこにも入りません、ね。魔王もない、最古もない、王蓮もない、ね。そんなことでどこにも入んないんですね。で、生薬で方向性が決まることがありますね。その中でも母霊しかたまりません。母霊は気を沈める漢方なんで、まあ残念ながら、僕の分類ではちょっと分かりにくいんですね、どんなのに効くかっていうのが。で、巨匠実証、簡易版では0点です。巨匠実証の決め方は、簡易版では、実証無期生薬魔王王蓮黄金、巨匠無期生薬武士陶器人参行為ね。巨匠無期はマイナス1点、実証無期は1点。この7つの生薬どれも入ってませんから、残念ながら0点になります。精密版では経費が入ってるんで、経費はマイナス0.5で数えますからね、ちょっと華奢向きかなって分かります。で、寒熱どっちにするかっていうと、ファーストステップね、黄蓮黄金があれば冷やすでしょ、オートマチックに。環境武士があれば強く温める、これ4つとも入ってないから、強く温めも強く冷やしもしない、だから真ん中なんですね。でも真ん中がドカーッとでかくなるから、ちょい温めるかちょい冷やすか、それを決めるのは黄金、地黄、大黄、この数、これ冷やす生薬、経皮、人参、陶器、これ温める生薬、この数で決めればいいです。と、経皮が入ってるんでやや温めるって分かります。で、経皮があれば、気血水は気の方に向いてるんですね。これ血も水もね、それに相当する、僕の分類でこれ1個あれば血だよ、これ1個あれば水だよ、ね、これ1個あれば気だよって言えるんですけど、その中では経費しか当てはまりません。まあ、ある意味特殊な、
漢方薬なんですね。さて、そういうことで保険病名読みますね。痩せ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、時に胸焼け、げっぷ、食欲不振、吐き気などを伴う次の諸症点々、神経性胃炎、慢性胃炎、胃跡に至ります。この点々がありますから、法律用語っぽく、日常用語っぽく読めば、またはアンドなんですね。 A そして B、ね、でも現状は A または B で保険が通りますから、この今僕が読んだ文言の中の言葉が1個入っていれば通常は通りますね。食欲不振でもゲップでも、それは前半ね、胸焼けでも通りますし、後半は神経性胃炎、慢性胃炎、胃跡にね、こんな病気をまあそのまま変えた方がいいでしょうし、優しいところでは似たような病名であれば通してくれます。それは地方によりますので気をつけてください。で、保険病名にはないけども、こんな症状にも効くよっていうのは、生理痛とか胸痛とかつわりなんかにもいいっていう報告はあります。さあ、ルールからイメージできる典型的患者像ね。精密版の虚実スコアがマイナス 0.5 点にて、やや弱々しいタイプ、巨匠向けの漢方とわかる。ボレーがあるので気を沈める作用があり、かつ腹心で大動脈の拍動が著名に触れることが処方選択のヒントになる。経皮があるので気も静まるし、温める作用もあると。まあ経皮、シナモンはそういう作用があります。ワンポイントアドバイスいきますね。安中さんは胃痛というキーワードで処方する。ね、援護策に鎮痛効果があるので、腹後薬室交換区血にも記載があるように、婦人科関係の痛みにも有効なことがある。結構鎮痛効果が期待できる援護策であるが、不思議なことに安中さんのみにね、含まれています。和漢ではね。医療予約品では援護策のほか、胃胸、宿舎、両胸と4つの生薬が安中さんのみに使用されている。また普通後薬室交換区血にあるように、吐いている症例には無効なことが多い。でね、この4つの生薬、援護策って結構効くんですよ、鎮痛に。で、胃胸、宿舎、両胸、この4つが本当に素晴らしい生薬なら、他の漢方も使うと思いません？でもここしか出てこないんです。これが僕は何と言っても不思議だなと思って、つまりこの4つの組み合わせが大事なのか、ね、1個になったらあんまり意味がないのか、それとも安中さんだけ、なんで安中さんにしか使わない生薬4つがあるんだろうと。これなんでかっていうと、松田院に行くと煎じ薬ですから、百味ダンスって言って、こう引き出しがあるんですよ、生薬の。生薬の引き出しに漢方が入ってるんですね、生薬が。そうすると安中さんのためだけに4つの箱を使っちゃうんです。援護策、胃胸、宿舎、両胸って安中さんだけなんですよ。それって、まあ、もったいないってはもったいないし、何か意味があるのかなって感じてしまいます。原点は和剤局法1107年、ね、に、まあ、最初に登場していきます。1800年前の召喚論の処方ではないって意味ですね。さあ、で、浅田宗博の仏語薬室交換区決にも当然載っています。なんて書いてあるというかというとね、まあ僕の現代語訳します。つまみ食いで、安中さんは世の中では幽門狭窄、壁脳と呼ばれていましたの主役と言われるが、嘔吐が甚だしい患者さんには無効である。痛みが激しいものを目標とする、繰り返す嘔吐、これ反胃なんて書いてありますに用いる時も、腹痛を目標とすべきである。また婦人科的な痛みにも効果があると、ちゃんと浅田宗博も婦人科の痛みに効くと言ってるんですね。古典まず読み始めるには、腹後薬室交換区血がいいと思います。さあ、ともかく安中さんは胃痛というキーワードで出してください。そして僕の不思議は、安中さんにしか入っていない生薬が4つもある、ね、特に援護策は鎮痛で効きます。胃胸、宿舎、両胸、なんでこの4つが安中さんだけなんだろうっていうのが未だに疑問で解決できていません。もしも皆さん何かヒントがあったら、ね、教えてください。では、5番目終了です。以上です。